チャンピオンはエキサイトで思いっきりのいいファイターです。アルツロ・ガッティです。カナダ・モントリオール生まれの25歳。91年ホセ・ゴンサレスに3回 TKO 勝ちでプロデビュー。94年ピート・タリアフェロに1回 TKO 勝ちで全米ジュニアライト級タイトルを獲得。このタイトルを2度防衛しています。そして95年トレーシー・パターソンからダウンを奪うなどして判定勝ちを収め、 IBF 世界ジュニアライト級のタイトルを手にしました。これまでこのタイトルを2度防衛しています。戦績は29戦28勝1敗28勝のうち23の KO 勝ちがあります。という選手なんですけども、浜田さん、はい、どういった印象を持ってますか。まあ、本当にあの正面的な攻撃力のある選手ですよね。そして、まあ、いろんなパンチ出すんですよね、はい、ただその打つ時に顎が上がって、打っていくんですね。そこが打たれたらという、まあ、身内は相当心配でしょうね。そうですか、はい。そして対します元 WBC 世界ジュニアライト級チャンピオンのガブリエル・ルエラ、こちらも紹介してもらいましょう。安田さん、はい、元 WBC 世界ジュニアライト級チャンピオン、ボクサーファイタータイプのガブリエル・ルエラスです。メキシコのハリスコ出身の27歳。88年プロデビューした後、91年に北米ジュニアライト級タイトルを獲得しています。93年にはアズマー・ネルソンの持つ WBC 世界ジュニアライト級タイトルに挑戦しましたが12回判定負け。しかし94年にジェシー・ジェームス・レイハに12回判定勝ちでそのタイトルを獲得。2度防衛した後、翌年アズマー・ネルソンとの再戦で5回 KO 負けしてタイトルを失っています。戦績は47戦44勝3敗44勝のうち23の KO 勝ちがあります。はい、今のプロフィールになりましたネルソンにタイトルを奪われてからのその後はどうなってるんですか。まあ、あの試合バンクラスで負けた後ですね、はい、一応3試合しまして3連勝なんですけれど、まあ、3試合とも判定なんですね、はい、1つは負傷判定、まあ、復調してきてはいるんですね。この選手はですねチャンピオン時代にあの対戦相手が不幸な事故で亡くなるというこういう、まあ経験をしまして一時はもう引退も考えたというルエアスなんですがそれを乗り越えて、ここまでやってきています。まあ、あの浜田さんはそういったルエラスに対してどういう印象でしょうか。その事故の後というのはやっぱり元気なかったですけどね、いつもの迫力がなかったんですけどやっぱりその後、まあ、タイトル取られてからですけどあの3連勝してますから、はい、私はもう乗り越えたと見てますけどね。まあ、それにあの迫力さえつけば元通りのパワーが出るというふうに思います。そうですか。浜田さんのワンポイントはちょうど伺うとしまして小泉さんのワンポイントは。そうですね、まあ、アートロガティっていうのはですね誰と戦ってもいい試合しますね、はい、パンチもあります。だから、まあ、お客さん喜ばせる選手ですから面白い試合になりそうですね。そうですか。さあ早速ご覧いただきたいと思います。 IBF 世界ジュニアライト級のタイトルマッチ、場所はアトランティックシティコンベンションホールのリングです。音楽に乗って登場してまいりましたガブリエル・ルエラスです。27歳。一番最近の試合は97年、今年の2月14日ジェームス・クレイトンを10ラウンド判定で退けました。以来8ヶ月ぶりの今日は試合ということになります。出身はメキシコのハリスコです。現在はホームタウンカリフォルニア州です。7歳の時にこちらアメリカに移住してきていますガブリエル・ルエラス。弟ラファエルともに小泉さん非常に人気のある選手ですよね。そうですね、まあ、アズマ・ネルソンに、まあ、敗れてからですね、まあ、3試合して3連勝してますね。元 WBC 世界ジュニアライト級のチャンピオンです。本当によく入りました。もうほぼ満杯に近いんではないでしょうか。アトランティックシティコンベンションセンターコンベンションホール、ずいぶん浜さん、ここまでリングまで到達するのが大変のようですね。これ一巻きで入ってますね。まあ、このガブリエル・ルエラスというのは3敗しかしてないんですね、はい。まあ、あのジェフ・フランクリンにその90年7ラウンド TKO まで、その後アズマ・ネルソンに、まあ、挑戦して判定負けですね。そしてチャンピオンになった後アズマ・ネルソンに、5ラウンドバンクルア戦の、
まあ、手を負けしてるんですけど、はい、まあ、アズマネルソンとちょっと相性が悪いような感じですね。ですね、2敗しています。まあ、勝ってボビー・チャコンがですね、このルーベン・オルバレスの相性が悪かったんですね、はい、まあ、それをちょっと思い出させますけど、さあガブリエル・ルエラス、団体は違いますが2年ぶりの王者返り咲きなりますか。一方チャンピオンです、カナダのモントリオール出身、現在はニュージャージーです、アルツロッガッティが登場してまいりました。今回が3度目の防衛戦です。前回が5月の5日戦っています。相手はカルビングローブ、7ラウンド TKO に下しました。5ヶ月ぶりアルツロガッティがリングへ向かってきます。 IBF の世界ジュニアライト級のチャンピオン、これがプロの戦績としてちょうど30戦目になります。28勝23 KO 1敗、見事な成績です。タイトルを取ったのが12月の15日95年です。以来間隔を空けながら、防衛を重ねまして、これが3度目の防衛戦になります。相手はパターソンですもんね。そうですね、まあ、あのトレイシー・ハリス・パターソンからですねタイトル取って、で初防衛戦ウィルソン・ロドリゲスがこれが、まあ、倒されるんですね。もうこれ対抗試合に選ばれるぐらいのすごい試合ですね。その後はあのトレシー・ハリス・パターソンと、再戦ですね、はい、で一番最近のカルビン・グローブとの試合はですねライト級のウェイトを上げたそのライト級転向へのですねテストマッチですね。あの聞くところに言いますと、その先ほども言いましたけれども、アルツロ・ガッティというのはちょっとウエイトがきついんだと言っています。まあ一階級かですね、二階級上げるかもしれないという噂もあるんですよね。その辺を頭に置いてご覧いただきたいと思います。 IBF 世界ジュニアライト級のタイトルマッチ、積極的にジャブを突いてですね、それでコンビネーションを打ち込んでくる、まあ、好戦的なボクサーファイターですね、はい、ウエイトはしかし計量130パウンドちょうどです。両者ともこれは130パウンド巨大なホール、コンベンションホールです。今言った通りウエイトは130と出ています。そして身長は両者とも一緒、173センチ。リーチはですね、ルエラスが2センチほど短いということで173センチ。一方のガッティは178センチであります。そして IBF ルール。あの、スリーナックダウンルールの適用なしですね。スタンディングカウントもありません。ラストラウンドでもですね、ゴング間近に、ダウンしていればカウント続行ですね。はい、というのも今回はこのタイトルマッチはルールが統一されてるんですよね。そうなんです。今回からですね、このニュージャージー州ではですね、WBA であろうが WBC であろうが IBF であろうが、もうルールを統一するんだと。はい、だから今申し上げたスタンディングカウントなし、そしてスリーナックダウンルールの適用はなし、はい、そしてそのラストラウンドでもですね、そのカウント続行、例えば12ラウンド3分9秒というノックアウトがあり得るわけですね。これをどのタイトルマッチでものもう、ユニバーサルなルールにするということなんですね。これは浜田さん、放送する側からしても見る側からしてもこれは分かりやすくていいですね。分かりやすいですね。いちいち説明しなくてもですね、最近は一つの大会でいくつもタイトルマッチ違う団体のがあったりして、それぞれ私たちルールをねちょっと把握し直さなければいけませんからね。コミッションの力が強いということも言えるでしょうね。そうですね。リングアナウンサーおなじみのマイケル・バッファーです。Sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazard Sr. and the International Boxing Federation.President Robert W. Lee Sr., supervisors at ringside for the IBF, Darrell Peoples and Al Lucas. The three judges scoring this bout on a 10-point must system are Robert Gonzalez, William James, and John Stewart. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Benji Estevez. And now, ladies and gentlemen, from Caesars Atlantic City, 12 rounds of boxing.For the IBF Junior Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with blue, and weighing in at 130 pounds. His professional record
44 victories with only 3 losses. He has 23 knockouts to his credit. From Sylmar, California, introducing the challenger, former WBC super featherweight champion of the world, Gabriel Ruelas. 挑戦者、ガブリエル・ルエラスです。And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing white, trimmed with blue, also weighing 130 pounds. His professional record in 29 bouts. He has 28 victories, 23 by knockout with only one loss. Ladies and gentlemen, from Jersey City, New Jersey, presenting the IBF Junior Lightweight Champion of the World, Arturo Thunder Gatti. Champion Arturo Gatti です。3度目の防衛戦。ホームタウンがニュージャーシティですから、まあ、地元といってもいいですよね。歓声が大きく湧き上がりました。チャンピオンです、まあ、ガッティのニックネームはサンダーですね、はい、あのまあ、稲妻なんですけれど、サンダーが3度目の防衛戦ですねさあ、それを勝利で飾ることができますでしょうか。 IBF 世界ジュニアライト級のタイトルマッチ12回戦、直前の浜さん、ワンポイント、はい、ガッティは正面的ではあるんです。ストレートを下に打つんですね、はい、そしてルエラスが振り回すんで、それがどうなるかなでしょうね。試合が始まりました。振り回してきそうですね、ルエラス。あ、左を打ち込んでいきます。ガッティ、髪の毛を短くしていますのがチャンピオンアルスロ・ガッティ。お互いに身長は一緒です。左のフックは交わします。3度目の防衛戦、左から右のストレート、気の良さも身上です。25歳アルスロ・ガッティ、エキサイティング、そして思いっきりのいいファイターです。低い低いダッキング。一方、非常に堅実です。ボクサーファイターと言ったらいいかもしれません、ガブリエル・ルエラス。左につきました、チャンピオン。ルエラス、やや大きめに振ってますけどね、はい、振るときにはもっと思いっきり振る方がいいですね。振れ大きいんですけどね、もっと大きく振ると本来の調子が出ると思いますよ。今のパンチあたりかなり、まあ振りは大きいんですけど、なんか滑らかですね、柔らかいですね、もっと力強く振るべきですね、ルエラスだったら。左から右のブロー、おっと、壁すぎます。左、相打ちか。お互いに左を打っていきました。今の位置でぐーっと前に押し出していきます。ルエラス、ミロクロスか、左、だんだん激しくなってきたんじゃないですか。ミロッパ、ルエラス、まあ、お互いボディブローです。ガッティが、インサイド真ん中から打たれるとルエラス食いそうな雰囲気あるんですよ。おお、そうですか、はい、結構いいパンチ打ってますね、ルエラスね、インサイドから、おっと、当たりません。お互いに倒し合います。ミノクロス、左、ちょっとオープン気味ではありますが持ってきます。これはノックアウト決まるその雰囲気あるんですね。やるっけ。ルエラスはガッツあるんですよね。ガッティはガッツあるんですけど、ちょっとディフェンスが甘くて、その打たれもろさがあるんですね。はい、大きなパンチです。左のクもかわします。さんのおっしゃる通り、これは一発ノックアウトが見られる可能性が、そんな期待感が湧き上がってきます。両方とも食いそうな、打たれそうな雰囲気があるんですね。そうですね、二人ともパンチがありますからね、飛び込みながらの左アッパーです。ルエラス、おっと、左クック、左クックがよく当たってますね、このラウンド。お互いに低いダッキングを見せます。第一ラウンドはしかしこのまま終わりそうです。第1ラウンド終了です。 IBF 世界ジュニアライト級タイトルマッチ12回戦、アルツロ・ガッティ対ガブリエル・ルエラスの一戦、1ラウンド目、小泉さん、ルエラスの挑戦者、ルエラスのラウンドですね。挑戦者、はい、アッパーから左フック、あるいはですね、ワンツーから左フック、この切り返しの左フックが有効にチャンピオンの顔面を捉えていると思いますね。はい、私もルエラスの10対9です。はい、元チャンピオンでありますガブリエル・ルエラス、WBC の世界ジュニアライト級のチャンピオンでした。その時、小泉さん2度ほど防衛しています。
しかし先ほども言いましたようにネルソン、アズマネルソンにはちょっと相性が悪かったです、ね、取られましたね。まあ、これもエキサイトマッチでお伝えしてますけれども、ルエラスの勢いを止められてしまいました。まあ、浜さん、そういう選手っているようですね、はい、どうこの選手とはと。そういった苦手を作らないっていうのは鉄則ではあるんですけどね、やっぱりいるもんですね。まあ、ましてや相手がネルソン、ネルソンですからね。それは苦手というよりネルソン強いですよ。さあ、第2ラウンドです。ジニアライト級です。ベルトライン、青いラインがベルトライン入った方がチャンピオンです。ガッティショートカットの方です。はい、ボディーブロー、左を丁寧についていきます。ルエラスも返します。弟がラファエルです。小泉さん、一時同時チャンピオンという時期ありましたよね。そうですね、兄弟揃ってチャンピオン、はい、ガブリエルですね。あっと、共に非常に人気の高い、選手です。まあ、タイプは180度違いますけどね。そうですよね、はい。まあ、ラファエル・ルエラスの方はですね、オスカー・デラホイヤと統一戦やってですね、まあ、ノックアウトされて、あれでちょっとその後低迷してるんですね。おーと、ミラパイ、いいアッパーです。チャンピオンガッティ今度左、いやー、出てくる、簡単になりました。空気系のパンチが多いガブレル・ルエラス。このガッキーっていうのは、もう長身伸びだと手はつけられないぐらい、はい、パンチ当たっていきますね。見どころから、あっと、左の回復が入ったようです。ガッキー、左のフック、これは当たってません。ガブレール・ルエラス。お、左を出しながら追い詰めていきます。今の感じでガッキーとするとストレートからがいいですね。ルエラスが振りが大きいですからね。おー、効きましたね。あごに当たりました。左のフック、ショート、おー、ちょっと受け止まりました。ちょうど逆ですね、また左にいくんです。まだ1分あります、まだ1分あります。第2ラウンド、右に来た、左フック、左フックしています。ガブレル・ルエラス、クリンチに来ました。いや、このショート、ショートレンジの打ち合いになります。リングの中央まで戻ってきました。45秒あります。まあ、2人とも似たようなトランクスですけれど、ベルトラインが青の方がですね、はい、今攻めてる方がこれチャンピオン、チャンピオンガッティですね。いや、ルエラス効いてますね。ゴリボー、ラボ行きます。これはオーッと滑ったか、ダウンなのか、スリップです、スリップです。今ですね、おそらくコーナー水なのか、ガッティの、ルエラスの足を踏んでしまったんじゃないですかね。なるほど。しかし何ともないようです。すぐさま攻撃に転じました。ミロッパー、もっとアッパー、ショートラッパーを持っていきます。ガッキーもですね、ガードを開けて打ってますからね、一発こと、もう逆転のダウンがあるかもわかりませんけど、今まで攻守ところを変えてるんですね。第2ラウンド終了です。まあ、このラウンドはそのチャンピオンのガッキーでしょう、文句ないでしょう。はい、私もガッキーの1対9です。少しアモヒゲ、それからチヒゲを蓄えています。ルエラス、ルエラスコーナーが突き出されています。まあ、ロープ背負うなって言われてますね。左にちょっと腫れてますね、ルエラス。こちらガッティです。うわ、これが効いたんですね、この左フック。はい、ステイ、ステイライト、先にパンチをもらっていたガッティですが、その後の左の強烈なパンチ返しが当たりました。さあ、第3ラウンドです。左、左を出していきます。おーっと、ガブレール、そしてアウトロガッティ、大体同タイプなんですよね。そうですね、距離もお互い合うんですよ。これは激しい打ち合いになりそうですね。1ラウンドからこの
まあ、3ラウンド目に入りましたが、どんどんその激しさが増しているようです。ただリードパンチのジャブはですね、このチャンピオンガッティ、青いベルトのガッティの方がいいんですよね。浜さん、ボクシングが綺麗ですよね、あの比べますとね、両者もね、ガッティの方がですね、おーパルエラさん、どっちかというとほとんどパンチを振り回す方が多いんですよね、はい、ただあの今日はですね、振り回す中でもややスピードがないところがあるんですね、そこをガッティまっすぐ打てればダウン取れますけどね。打ち下ろしは2つとも避けました。挑戦者ルエラスの方、ちょっと右がオープン気味に浜さん当たりますよね、ちょっと横からのパンチあるんで、そういったのは結構オープン、ただオープンでも、まあ、なくは当たると一番いいんですけどね、オープンでもこの選手のは威力がありますよ、はい。ボディブローです。チャンピオン2人とも今一つディフェンスが良くないんですよね、そしてパンチがあって、まあ、勇気がある同士ですからね、これは本当にノックダウンシーン見られるかもしれませんね、まあ、このアグレッシブなところが、まあ、魅力でもありますが、一面そのモロハの剣と弱点でもあります。どうもガードが甘くなっているこの両者、その辺があの浜田さん、逆に人気も出る秘訣でもあるんですけども、秘訣でもありますよね、まあ、何を起こすか分からない、いつ倒すか分からない、倒れるか分からないっていう、ローブロちょっとローブローですね、右左左のコンビネーションだったんですが、最後の一発が光ったようです。このラウンドガッティのジャブが有効ですね、はい、ほらグローブで走りました、右が入りました、左も返してますが右が入ったようです。ジャブ出してるとワンツー左フットですね、チャンピオン5セコンド、このラウンドはガッティですね。あ、そうですか、はい、まあ、ジャブが有効だったと思います。チャンピオン、はい、私もガッティの10対9です。激しい打ち合いが見られているんですが、まだ3ラウンドです。まあよく入ってますね、すごいですね。これは情報では1万6000の、まあ、マックスのキャパ、先ほども言いましたけども 90% は完売しているということです。当初はですね、あのオフィスサイドは、まあ、1万4000席の入りを見込んでたということなんですが、それをおそらくもう上回ってますね、これね。そうですね、もう1万5000近く行ってるんじゃないでしょうか、いや6000ぐらい行くんじゃないでしょうかね、これ。そういったもうお客さんの入りを見せています。サーキーズアウト、レッツゴー、サーキーズアウト、ステイライティー、パピー、ステイライティー、ステイライティー、今日のアメリカニュージャージー地方は晴れだということです。気温は3時現在で72度、23度です。イラリック、しかしまあこれはコンディションがコンディショナーが効いています。屋内で行われています。この試合の後に名イベント、皆様もお待ちかねだと思いますが、ルイス対ゴロタが控えています。お、いいコメを食らついた、左か最後右のかぶせていったパチです。おお、しかし飛び込んでいきます。一発狙いかルエラス、まあ、ガッティの方はあのジャブでですね、できるだけ相手を突き放して、ああ今ちょっとバックハンドですね突き放してですね、はい、そして自分の間合いを取ってワンツーから左引いて自分のコンビネーションを当てたいんですね、チャンピオン。あ、首をよく振っています、チャンピオン。左のストレート、これが綺麗に伸びます。もう一発いきます。ルエラスとしてはあのジャブをくぐってですね、ヘッドトリップして左フックを当てたいんですよね。右の打ち下ろしは当たりません。ボディブローが左を返した、挑戦者です。ルエラスの左フックがグローブの内側で当たりますね、ですね、もったいないですね。元このクラスのチャンピオン、ガブレイル・ルエラス、およそまあ2年ぶりの
王座に返り咲きになりたいところですが、攻めてきますね。一瞬止まりました。ガッティチャンピオン止まっています。手を返せません。返しのブローが出てきません。おっと、ちょっと失速しましたね。ブロックするだけです。あ、手が出ませんね。チャンピオン手が出ません。今ようやく左を返しました。チャンピオン頭を右側に入れながら前に出ていきました。ガブリエル・ルエラス、ここでようやくチャンピオン返していきます。攻撃の手が緩みました。ルエラス、ヤレック、これが当たりますと倒れるという、そういったパンチなんですが、ルエラス当たりません。両方ともスタメンで消耗しましたね。はい、両方とも雑になってますよ。おーっと、これは引いた。ルエラスとしては接近してしまった方が自分のパンチ当たりますね。相手のパンチは来ないですね。ミノクロスから左ボディブロー、激しい打ち合いになってますね。おー、またです。ルエラス、今度はルエラスがまた攻め込んできます。ルエラスがまた攻め込んできます。おー、やられた、崩れ落ちるか、崩れ落ちるか。さあ、ルエラス来ました。さあ、チャンピオン交代します。チャンピオン交代します。挑戦者ガブリエル・ルエラス、聞いてますね。あと14秒危ないですね。これ完全に止まりました。チャンピオン動きがピタッと止まっています。おーっと、おーおー、首がガクッと崩れ落ちそうな、そんな感じです。右のパッキャリ返します。ルエラス、もっと攻めたいですね。攻めたいんですけど、おーっとです。ガッティ危なかったですよ。第4ラウンド終了です。いや、これは両者にいいシーンがありましたが、最後の石井がやはり強烈でしょうか。ですね、もうちょっと攻めてですね、もうちょっとそのノックダウンに近い状態作ってたら、ちょっと8つくらいですね。まあ、本当に当たったら絶対9でしょうね、ルエラスが。私もルエラスの10対9です。挑戦者、はい、これが効いたですね。これ効いたんですが、この前にルエラスが連打したときになぜか急に失速しましたね、ガッティが。後半はチャンピオンの手がほとんど出てきませんでした。ルエラスの攻撃の手が緩んだときにわずかに返してきは来ましたけれども、アグレッシブは激しいガブリエル・ルエラスの攻撃が目立ちました。第5ラウンドです。 IBF 世界ライト級のタイトルマッチ、ジュニアライト級のタイトルマッチ。ルエラスというのはこれから盛り返してくるんですね。あと、チャンピオンガッティのですね、減量区の話があるんですね。やっぱスタミナ面心配されると思いますよ。ミラパー入りました。ミラパー、カウンターだった。来ました、来ました。カウンター狙いです。チャンピオン今左効いてますよ。カバージュ打ち合いになっています。いやー、勢いでカバージュしたね。今チャンピオン交代します。いい一発が入りましたが、それでもやはり全体的にはチャンピオン交代。おーっと、チャンピオンガッティも返します。ルエラスもあの左フック効いたんですよ。今ボディブロー、ボディブロー、ボディブロー。あー、どっちが倒れそうですね、このラウンド。ヤヌック、さあ今日一番の一番いいパンチを仕込むのはどちらでしょうか。どちらにしてもこれ浜田さん、12ラウンドはいかないというそんな展開になってますね。どっちもラフになってきましたからね。今度は氷山の打ち合いになります。頭を気をつけろという指示が飛んでいます。レフェリーはベストベスト、まだ分からないです。ミラッパー、今日もパンチがありますからね、はい、気合を入れてみせました。ライブドというアクション、ウエラス、チャンピオンの手が出始めています。コツコツと突き上げていきます。ウエラス、いやー、ブロック、チャンピオンも応戦します。いやー、しかしチャンピオン押される、チャンピオン押される。原力がどの辺たたっているでしょうか。あ、切ったか。いや、目の下は腫れてますね。腫れてますね。ちょっと血もにじんでます。チャンピオンです。頭と頬のあたり当たっています。あるいはこの小さくようなアッパーで切ったのかもしれません。ミラッパー、ボディブロー2つ、おーっと、左、右、おーっと、あー、痛い痛い痛い、渾身の力を込めました。左返しの痛いです。来た時に頭を打ちましたね。挑戦者ルエラスダウン、立ち上がりましたが、どうでしょう。続行はできるか、止めたか、試合終了です。最後は強烈な左フック、ものの見事に入りました。チャンピオンガッティとすれば本当に
さらに押されていました。苦しかったアルトロガッティ3度目の防衛に成功です。逆転の左向きですね。両方とも疲れてガードが開いてるところ、どっちか当たればどっちも倒れるなという、おーっと暴動か。ストップがもっとさせるという表現だったんですかね。それで勢い余ってスタッフがなだれ込んできたのかもしれませんが、やっぱりチャンピオンのガッティを聞いてたっていう風に見てますからね。もうブエラスの方がもうノックアウト寸前に追い込んでたんですからね。ですからね、エキサイトするのも分かります、気持ちは分かります。あ、こちらはヌエラスです。222がっくりと来ています。ただカウンター気味に入ったの左フックは巻き込んだいいパンチだったですね。ネットを乗せたりあたりなんかもう本当にダウン寸前ですよね、チャンピオン。これですね、カウンター。ここはしのいだですね。そして突進でカバーしましたね、このカウンターは。ヌエラスのカドアッパーも良かったんですよね。カドアッパー本当にいいですよね。これがね、十分な体勢で打ってます。前も映らなかったんですけど、ダウンした時に後頭部に落ちましたけどね。これですよね。ウェイトもよく乗ったそのフォロースルーですね。打ち抜いたその強いパンチだったですね。まあ浜さん、タフガイですから、これルエラス立ち上がってきましたけども、これ止めたのが正解だったかもしれませんね。思いますよね。パネルウィテカーですね。今右側の選手です。顔が出ています。パネルウィテカー、まあ、オスカ・デラホヤにその WBC のウェルター級タイトルを取られたんですけれど、再戦を望んでいるウィテカーがですね、祝福に訪れましたね。浜さん、これ本人ダメージ強いのか、攻め返ってますからね。そうですね。止められたら冗談じゃないという雰囲気じゃないですもんね。後頭部ダウンの瞬間に落ちましたから。Referee Benji Estevez calls a halt to the bout following the knockdown. The official time, 2 minutes, 22 seconds of round number 5. The winner by knockout victory and still... 5ラウンド2分22秒ですね。ノックアウトついてますね。カウントアウトしたんですね。Arturo Hande Kali! 防衛に成功です。チャンピオン、アルツロ・ガッティ。しかしあれ見た感じでは手ぶったようなにも見られましたよね。どうでしたか。8ぐらいまで行ってですね、カウントアウトしたんでしょうね。レフェリーはベンジ・エステベスさん。まあ、2分22秒、5ラウンド2分22秒ですね。いやしかしすごい凄まじい打ち合いでした。 IBF の世界ジュニアライト級タイトルマッチ、ルエラスは残念ながら王座返り咲きはなりませんでした。チャンピオンガッティが3度目の防衛に成功です。